メコスクスは、新生代新大三期中心与から第四期、関心与にかけて、オセアニアに生息していた、肉食性の陸性は二類、クロコダイルに近縁だった。オセアニアへの人類の到着により1万年前を、最後に絶滅したとされてきたが、約3000年前まで生き残り続けた種もいた。なおさ末期のメコスクス類は、初期の原世人類との競合に敗れた可能性が、 指摘されており、こうした大型動物と人類の競合、排除は一部のフォルスラコスカ鳥類など世界各地で報告されている。クロコダイル上化のメコスクス赤に属していたとする意見がある。一説には、現代にも近縁種が残っているとされ、キューバワニやコビトカイマンとの類縁が指摘されている。ただしコビトカイマンはカイマン化に属するため、詳細は不明。 複数の種が報告されている。模式種の M. イニックスペクタタスは約4000年前までニューギニアに生息していた。最古の種は全新魚のオーストラリアに生息した M. ホワイトハンターンシスで、なお中心魚、オーストラリアクイーンズランド州には M. サンデリも生息していた。最後の種である M. カルポカーシーは関新魚のバヌアツのエファテ島に生息していたメコスクスは 前進洋から、関進洋のニューギニアやバヌアツ、そしてニューカレドニアやフィジーといった南太平洋の島々とオーストラリア大陸に分布していた。この地域には、大型のヤケイやけいやつのガメといった特異な生物も生息していた。どうかは、サンゴ礁の海を泳ぐ、漂流などするして分布を拡大していた可能性がある。また島と島の移動には、 氷河期の解体も利用していたかもしれない。これを示唆するように、禁煙種が遠いアルダブラ諸島からも発見されている。また本種や共存した動植物は、ゴンドワナ大陸にルーツを持っていたようだ。モシキシュエムイニックスペクタタスやエムカルポカーシーは、温暖湿潤な熱帯ウリンに生息していた。しかし、熱帯のため土壌は貧弱だった。一方、 M ホワイトハンターンシスや M サンデリの生息した新生代のオーストラリアは大陸移動によって気候が何度も変化しており、ある時は熱帯に属し、またある時は乾燥帯に属していた。全長2メートルの陸性捕食動物。卵性で卵の化石が見つかっている。ニューギニア産のイニックスペクタタスは肉食で大小の脊椎動物を日和み的に襲っていた。 だが、島内は常に餌資源が不足していたらしく、様々な節足動物や軟体動物にも積極的に触手を伸ばしていた。それらを食べる際は、顎の奥に控えた竹の高い奥歯を使って餌を破砕していた。こうした奥歯は、白亜紀のイギリスから産出したベルニサルティアにも確認されている。とはいえ、そもそもワニ類は基本的に餌とみなせば、 何でも食べるゼネラリストであり、本種もその例に当てはまっていたと考えられている。体も小さいながら、頭部と頸部の筋肉が非常に発達していたため、本種は他のワニ類の行うデスロール、獲物を加えたまま身体を回転して、肉をねじり切る方法。ワニは咀嚼ができないので何度も切り取って、肉を食べるを積極的に行わなかった。代わりに、 本種は頑強な統計部で獲物を振り回し、そうして息の根を止めながら肉をバラバラにしていた可能性が高い。なお、メコスクス赤に限らず、陸性ワニ類ではデスロール以外の接触方法を取った種が多い。陸性適応を遂げたワニ類の例に漏れず、本種も発達した直立性の子を備えていた。現存するキューバワニは、 直立姿勢で失踪することがあり、また多くの反水性は二類でさえ必要に迫られると、ギャロップを行うことを合わせて考えると、主に陸上を住みかとしていた本種の走行性能は高かっただろう。確たる証拠はないが、その獅子と大きくても2メートル程度の体を使い木登りをしていた可能性がある。ワニ類の例に漏れず、背中は革骨製の鎧で覆われていた。 こういった鎧には防備だけでなく体温調節にも使われていた。より大型の肉食動物と共存していたオーストラリアでは話が別だがニューギニアのような小さな島々において本種はフクロウオカミと並ぶ頂点捕食者だったと考えられている。現存する花豚をトカゲも同等において上位の捕食者だが今でもワニを警戒する習性があることからメコスクスのが 上位に君臨していた可能性が高い。またミキサイの禁煙種がニュージーランドから発見されており、そうであれば、ハーストイーグルと頂点捕食者を共有していた可能性もある。どちらにせよ、肉食動物もトい捕食性のワニの例に漏れず、彼らも時として市内闘争を行っていた。禁煙種からは別個体による紙傷が残る化石が見つかっている関心よに入植してきた。 原生人類との競争に敗れて絶滅した。メコスクス赤は地球上に最後まで残っていた陸生ワニ類である。セベクスやプリスティカンプススといったそれ以外の陸生ワニ類は関心よの前に絶滅していた。フクロウオオカミは人類によって絶滅させられたが、花太オトカゲは生き残っている。オーストラリアではメガラニアやティラコレオと共存した可能性がある。 ロバーツ R.G., フラナリー T.F., エイリフ L.K., 吉田、H., D.J.M., プリード G.J., ラスレット G.M., ベインズ A., スミス M.A., ジョーンズ R., スミス B.L., ニューエイジズ・フォーザラスト・オーストラリアン・メガホナ、コンティネント。ワイド・エクスティンクション・アバウト46000 years ago サイエンス292 1888から1892、ドイ、10.1126、サイエンス、106264、リード、J.I., ステッドマン、D.W., ベッドフォード、S.H., ベル、C.J.& スプリックス、M., ニューイクスティンクトメコスチネクロッコダイルフロムバヌアツ、サウスパシュフィック、カピア2二0百632から641。ありがとうございます。